眼科の平松です。今日は緑内障、医者によって言うこと全然違うんだけど、これどうすればいいのってことについてお話しようと思います。医者によって結構ね、緑内障って意見が分かれたりすることってあるんですよ。例えば緑内障だっていう医者がいたり、同じ状況で緑内障じゃないっていう医者がいたりとか、これ強度近視が原因だとか、いやいや強度近視じゃなくて緑内障だって言ってみたりだとか、まあまあ意見が割れたりすることがあるんですよ。で、同じように緑内障だって言ってみても、この治療をしようって医者がいたり、こっちの治療の方がいいよっていう医者が言ってみたり、意見が割れることって結構あるんですよ。で、そこについてなんでなのか、その理由と対処法についてお話しするので、最後まで聞いていただければと思います。で、一つ目の医師によって緑内障かどうかの意見が割れる時の対処法って言って Q44。まあ、この自分でできる人生が変わる緑内障の診療式で Q44。今日のお話は、ページ数で言うとちょっと多めで、110ページから115ページのお話を、まあ、ちょっと、かいつまんでお話ししていこうと思います。で、特に、医者によって意見が分かりやすいのは2つあります。1つが、強度近視なのか、緑内障、どっちによる目の悪さなのか。2つ目が、緑内障と言っていいのか、緑内障の、つまり前段階、緑内障ではない段階なのかっていうところになります。で、まず重要なのが緑内障かそうでないかのこのボーダーラインの話ですね。これって分かりやすいじゃないですか。つまり緑内障っていうのの定義、つまり決まりって何なのか。1個目、これは眼圧を理由として視神経に何らかの障害が出る。視神経の形が変わるんですよ。で、その視神経の形が変わったのに相当する部分の視野が欠けること。これを緑内障と言います。もう一回言いますよ。まあ、眼圧は主とするんですが、まあ、眼圧は、まあ、ちょっと忘れてください。神経が変形して、それに伴った視野が欠けることを緑内障と言います。なので、よく患者さんから質問があるんですけど、視野が欠けてなくて、緑内障が心配なんですけど、どうですかって言われると、いやいや、視野が欠けてなかったら緑内障っていうのも定義的にありえないんですよ。ね。神経には問題ないって言われてて、視野だけに異常があるんです。これ緑内障なんでしょうか？いやいや、神経に異常がなかったらこれ違うんですよ。でも、視野欠けてるから緑内障でしょっていう人いるんですけど、視野が欠ける病気、つまり見える範囲が欠ける病気ってたくさんあるんですよ。脳の脳梗塞だとか。またまた、網膜動脈閉塞、網膜静脈閉塞みたいに血管の詰まる病気だとか。目の炎症によって血管が悪くなって視野が欠けるとか、原因不明で視野が欠けるとか、心因性気持ちで視野が欠けるとか、まあ、いろんなことを視野に欠けるのがあって、緑内障というのはあくまで視野変化と神経の変化が一致して初めて緑内障って言うんです。ただ、ややこしくしちゃってんのが、緑内障診療ガイドライン第5版とかぐらいで言われてるのが、神経に異常が出てきて、そろそろ視野に異常が出そうだ。ただ視野にまだ異常が出てない状態を全視野緑内障、つまり視野に異常が出る前の緑内障って表現しちゃってるんですよ。定義的に言うとこれは絶対緑内障じゃないんですよ。なんですけど、緑内障の手前なんだから治療してもいいんじゃないかって言って、その診療ガイドラインでも治療を弱く推奨するっつって、まあしてもいいんじゃないみたいな感じの表現を取ってるんですよ。だから、神経が傷んだ状態をもう緑内障ですって言っちゃう医者もいます。はたまた、神経にもまだ異常が出てなくて、その手前で、視神経乳頭管横隔大、長いですね。長いので、漢字で見ていただければと思うんですけど、視神経乳頭管横隔大。ここに写真があるので、この本を持っている方で言うと113ページなんですけど、神経のくぼみがちっちゃいのと大きいのっていうのを、見ていただければと思うんですけど、そのくぼみが大きい場合、将来的にさっきの緑内障性の神経の異常をきたしやすいんですよ。もう一回言いますよ。視神経乳頭がくぼみ、管横が拡大して、緑内障の神経変化が出ます。その神経変化が出ると、しばらくして視野が欠けるんですよ。ここまで行って緑内障なんですね。うん。なんだけど、神経は異常が出てるけど、視野に異常がない段階。これを全視野緑内障。ここを緑内障って言ってる医者もいます。神経にまだ異常も出てないけど、神経に乳頭管を拡大だけど、まあオーバーに治療していきましょうと。まあ緑内障って言っちゃえ。わかりにくいでしょっていうふうに言っちゃう医者もいるんですよ。だから、神経に異常が出て視野にも異常が出てたらみんな緑内障って言うんですよ。
その手前の段階は医者によって緑内障っていう医者もいればそうじゃないっていう医者もいるんです。そしてあなたのように真面目な患者さんばかりではないので医者はこの説明を省くんですよ。いいから私の診断だったらこれは緑内障ですと、うるさい、言うこと聞けっていう感じにする医者が多いんですよ。なぜかというと今の説明分かりにくくないですか？分かりにくいですよね。僕も言っててなんでこんな感じにしちゃったんだろうっていうと、まあこれ歴史的な経緯があってこうなっちゃってるんですけど、分かりにくい。でもしょうがない。そうなっちゃった。なので、あくまで緑内障という定義には当てはまらないけど、医者が緑内障と言っちゃう段階がある。そうすると、これまた、たちの悪い医者もいたりして、前の医者は誤診だとかって平気で言う医者がいいんですよ。いや、これ誤診っていうのかなってことなんですよ。つまり、確かに神経に異常が出てて、緑内障にはなってないけど、オーバーに言ってるだけでしょと。なんか、敵の首を取ったみたいな感じで。俺は素晴らしい医者だ。あの医者は誤診だみたいに言う医者もいたりして、話ややこしくしちゃってる。うん。強度近視は、ちょっと意味が違って、強度近視がある、つまり近視が強いと、それによって視野が欠けることがあるんです。で、この視野の欠け方って、あんまり綺麗じゃないんですよ。つまり、この欠け方、強度近視なのかな、なんとも言えないなっていう視野の描き方が一定あるんですね。で、緑内障だとはっきり分かる視野の描き方だったら、これ誰でも分かるんです。で、これの見分けるときに、さっきの神経の状態を見たり、OCT っていう目の神経の状態を見る、さらに細かい検査をしたりします。で、よく OCT っていう検査は細かい検査だから、それさえすりゃ全部分かるって思ってる患者さんや医者もいますけど、これ間違いです。基本的に緑内障の専門としている医者は OCT だけでは診断しません。判断しません。患者さんの目の神経を見て、まあ、写真を撮ってもありますけど、神経の形と OCT と視野と全てを複合して判断するんです。それでさえ、緑内障専門医でさえ 100% の診断率ではないんです。そのぐらい強度近視と緑内障の差って難しいんですよ。なので、あの医者は間違ってるだ、誤診だっていうのは、うん、あんたは 100% だと思ってんのっていうのは僕の意見。うんうんうん、僕もね、迷ったりして、他の医者にどう思いますって聞いたりすることもあるんです。いや、確かにたくさんの患者さん見てますよ。で、平均よりはできてるし、まあ、結構できてる方だと、まあ、正直自分では思ってる。けども、やっぱり不安だったり疑問に思うことがあれば、他の医者に相談してちゃんと聞く。まあ、これがもう基本なんですよ。いいから私の診断は 100% だ。いいよ、私の言うことを聞けば前の医者は誤診だっていう人の方が、ちょっと僕心配だと思います。で、あとは仮にちょっとそうだなと思ったとしても、それを誤診だって言ってしまうと、なんていうかな、患者さんの医者に対する不信感が増すんですよ。で、一方、言った医者に対してだけはすごく信頼感が増すんでいいんですけど、それってその医者が自分だけは、よく見られたいだけであって、その患者さんの人生を不幸にしてしまう部分もある。もちろんね、それで訴訟するじゃなんだって言ったら、これ話別ですよ。それはちゃんと法律的にちゃんと見た方がいいし、それはちゃんとやった方がいいけれども、何でもかんでも誤診だ誤診じゃないっていうふうに言うのは、緑内障は結構難しい。単純にそう分けられるわけではないので、もちろんね、分かる病気もあるよ。それを言っちゃうのはさすがに誤診だっていうのはあるけども、緑内障という病気で強度近視の差、初期の場合を緑内障と言うかどうかっていうのは、結構判断は分かれて、それが今の日本だけじゃなく、世界の現状であるっていうふうに思っていただけるといいかなっていうふうに思います。なので、いや、なんかこれは誤診だ、素晴らしい、私の元に来いっていう医者を信じたくなる気持ちは分かるけど、うん。ちょっと僕はそういう先生の方がどうかなって思うし、そういう先生の治療方針見てるとどうかなって思うことが個人的に多いです。うん。ね、非常に勇ましいこと言ってるけど、結果として、ん?っていうことが個人的にある。で、もちろんね、それはいろんな人の意見を集約した方が結果、まあいい結果になることが多いんですよ。僕がいくら頭で考えたって、一人で考えられることには限度がある。なので、他の医者に、これどう思いますって聞く。僕で言うと、まあ、例えば、上田って、ね、院長がいて、上田も緑内障専門なんで、これね、ちょっと迷うんですけど、先生どう思いますって聞いたりとか、うちには鈴村先生って言って、ハンフリーとかの開発とか、プログラムを作った、基礎となるのを作った先生がいるんですよ。なので、むちゃくちゃ迷う場合は、鈴村先生に彼で見てもらって、これって緑内障ですかね
僕強度近視の方だと思うんですけどねって言ったら、いやこの神経とこの神経だからこうなのかなみたいな意見をいただいたりとかすることができるんですよね。ちょっと僕が恵まれた環境だからそうだから、そんなみんなできないよって思うかもしれないけど、他の医者を否定するのはちょっとやりすぎだなっていう個人的な思いをちょっと今日は、乗せちゃってどうかなと思うけど、まあ、ちょっと参考になれば幸いです。ということで、迷う場合は、複数人に聞いた方がいいです。あなたが、の医者、主治医が他の医者に聞くとは限らないので、複数人に聞いて、別れたって時は、誰が正しいのかと思うんじゃなくて、私の状況は別れる状況なんだって思っていただく方がいいです。で、その、3人とか2人とかで聞いた中で、まあ、こっちの先生の意見を採用しようかなという感じで選んで構いません。明らかに悪かったり、明らかに状況が悪ければみんな意見は揃います。つまり、ばらけるような状態であればそんなもんだと思ってくださればと思う。ね。で、どちらの方が信頼できるかはあなたが直接話した、顔を見た、声を聞いた、その口調だったり、その人の経歴だったりいろんなことで判断できると思います。じゃあ、緑内障の専門医はどうやって見つければいいのっていうのはまた別動画で紹介するので、まあ、ちょっとそっちも見ていただければと思います。今日の内容と神経の見方と OCT の見方っていうのは、私の母親の例で、カラーで、僕の母親のこの神経がこうなっておりますみたいのが、130、131ページとかにあるので、これ見ていただくと、私の母親、強度近視なんですよ。なので、まあ、結構わかりやすいので、ちょっと見ていただければと思うので、自分でできる人生が変わる緑内障の新常識は持っていただければと思います。よろしくお願いします。